大谷翔平、ベンチでもぐもぐタイム。ワッフルを食べていた模様。エネルギーチャージ食品なんかな。何を食べとるんやろ。ベンチでのもぐもぐタイムは大切よな。お菓子かな。何のお菓子？美味しいのかな。糖分取ってるだけ。六花亭のお菓子だと嬉しいで。なんか美味しそうなおやつっぽいもの食べとる。お、懐かしいやつ食べとるな。探偵のご特徴さ。スターバックスのキャラメルワッフルかな。ちなみに日本では販売終了しとる。そういえば大谷エンゼルス時代はベンチでバナナもぐもぐしてるシーンをよく見たけど、ドジャース移籍後はまだバナナ頬張ってるとこ見てないな。クッキーっぽく見えるけど何食べとるんやろ。これはあれや、あのキャラメルのなんかワッフルみたいな、あれ名前忘れたわ。蜂蜜だったかもしれない。なんだかわからないけどうまそうや。ワッフル？もぐもぐタイム。美味しそうなもの食べとる。ワッフルかな。美味しそう。大谷、栄養補給のワッフル美味しそう。これってコーヒーの上に置いて湯気で温めて食べるワッフルっぽい。これエンゼルスの時も食べてなかったっけ。食べてたな。これエンゼルス時代も食べてて、これ美味しい、みたいな仕草してたやつよな。ハニースティンガーワッフルはエンゼルス時代も食べてたな。ハニーワッフルクッキーやな、うまそうや。ワッフル食べてる。めっちゃ甘そう。ゴーフルかと思ったわ。これ見てるとワッフルが食べたくなるわ。キャラメル入りワッフルや。ワッフルにはベルギー風、アメリカ風、オランダ風などがあって、これはオランダ風。パリパリしとる。ハニースティンガーだっけ。モグタニさんや。ハニースティンガーやな。翔平ファンの間ではエンゼルス時代から有名やったで。ワイも食べてみたいわ。無印にも似たようなのあるな。翔平は新しい食べ物を手に入れた。大谷翔平選手頑張っています。大谷の筋肉量なら1打席立つだけでカロリー消費されそう。食べてるの珍しい。しかもスイーツ。食べ物はエネルギー源やし、リラックスするための一瞬の楽しみでもあるわな。